こんにちは、ケンです。これまで明治から昭和にかけて活躍した実業家を紹介することが多かったですが、今回は少しテイストを変えて江戸の世をかけた大偉人を取り上げていきたいと思います。伊能忠敬です。言わずと知れた実測で初めて日本地図を作った人物ですね。教科書に載るほどのビッグネームですから、皆さんもよくご存知だと思います。地図の話ばかりが先行しがちですが、彼が地図を作り始めたのは50歳を過ぎてから。それまでは商家として巨大な財を成した歴史とした実業家でもあったのです。この動画では彼の成し遂げた偉業はもちろん、あまり知られてない小さなエピソードまで幅広く紹介していくので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。伊能忠敬は1745年千葉県の九十九里町に生まれます。現在の九十九里町古関である古関村の名主の三男として生まれ、裕福な恵まれた環境でした。古関村は当時では珍しい姉家督を採用していて、女でも長子が家督を継ぐ習わしでした。古関家では忠敬の母峰が長子であり家督を継ぐはずでしたが、なんと忠敬が6歳の時に亡くなってしまうのです。姉家督とは、女が死亡すると婿は離縁となり実家に帰るしきたりだったといいます。婿入りしていた忠敬の父神保定常は忠敬だけを祖父母のもとに残し、忠敬の兄と姉を連れて実家に戻りました。忠敬はわずか6歳にして母を失い、父とは離れ離れになります。忠敬だけ残された理由ははっきりしていませんが、そろばんや教養を教え込むために残したのではないかと言われています。古関家は代々続く優れた商家ですから、教養を叩き込むのに適していたのでしょう。その証拠に忠敬はそろばんにおいて優れた才能を発揮していったそうです。忠敬が10歳になると父親が迎えに来て、その後17歳になるまで父の元で暮らします。その間も儒者や医者の元で教養を得る日が続きました。忠敬は末っ子であるため継ぐ家がなく、なんとか手に職をつけようという父の考えだったのではないかと言われています。一方その頃、現在の千葉県香取市佐原にあたる佐原村の酒造家伊能家は跡取り探しに奔走していました。伊能家では相次いで当主が亡くなり、佐原村の名家でありながらも長く当主不在だったことで危機に瀕していました。元当主の妻民と娘の道は何としてでも跡取りを見つけなくてはいけなかったのです。神保家の親戚である平山家にて土地事業の現場監督をしていた忠敬は、人使いがなかなかうまく仕事ができると評判になっていました。そこで平山家の当主である平山藤右衛門が忠敬を伊能家の跡取りに推薦したのです。なんと藤右衛門は伊能家元当主の妻であった民の兄だったのです。そうして忠敬は17歳の時に婿入りする形で道と結婚し、正式に伊能家の10代目当主となったのです。当時の佐原村は利根川を使った水運の中継地点となっており、人口5000人を誇る関東でも有数の村で、下総の小江戸と言われるほどでした。そんな佐原村で良家と称される2つの県政のある家が長沢家と伊能家でした。忠敬は一夜にして村を背負って立つ存在になったということですね。とはいえ、長く当主の不在が続いた伊能家は事業が縮小して長沢家との差は開いてきました。まずは事業を立て直し、長沢家との差を埋めることが忠敬に課せられた任務でした。長沢家の当主長沢次郎右衛門とは両家の当主同士ということもあり、何かと比較されることが多かったため、忠敬はライバル心を燃やしていました。伊能家は主に酒造業、金融業、運送業などを行っていましたが、忠敬はそれらの経営手法を見直すとともに、新たに巻問屋や米の先物取引を始めるなどして事業を拡大していきます。そして忠敬が当主となって約10年、29歳で見事に伊能家を再建します。この頃の伊能家の年間収益は351両、現在価値でおよそ3500万円となり、忠敬が来る以前の4倍にまで跳ね上がっていました。佐原村が武士の治業地、つまり武士の所領となったある日、忠敬と村の有力者数名がその武士の屋敷に挨拶に行くことになります。当然そこには次郎右衛門もいます。その際、全員が浅上氏も、今でいうタキシードのような装いだったのに対し、身分の違いから忠敬だけは上下の着用を許されませんでした。さらに座る位置にも差が設けられ、伊能家を再建したにもかかわらず長沢家との身分差が縮まらないことに強い屈辱を覚えたといいます。そんな悔しさもあったか、その後も忠敬の躍進は続き、36歳で晴れて村の名主となり、40歳の頃忠敬は名字帯刀を許され村方後見役に任命されます。
これは次郎右衛門と同じ役職です。伊能家はようやく長沢家と同格の扱いを受けるまでになるのでした。その後も忠敬は商売の幅を広げていき、隠居する頃には莫大な財を成していたといいます。正確な財産についてははっきりしていませんが、書物には村人が3万両くらいだろうと答えた記録が残っており、現在価値で30から35億円の資産があったと考えられています。日本地図を作った男がこれほど商売で成功を収めていたとは意外だったのではないでしょうか。忠敬は伊能家だけではなく村全体を救った男でもあります。1783年、忠敬が38歳の頃に天明の大飢饉が起きます。江戸四大飢饉の一つで、近世の日本では最大の飢饉と言われています。道路に死体が山積みにされ、飢えをしのぐために人肉を食べるような惨状でした。佐原村も冷害や悪天候により農作物の収穫が激減していました。こういった経緯から米の先物取引をしていた忠敬は、米の値上がりを察知して関西方面から大量の米をあらかじめ買い付けていたのです。ところが途端に米の相場は下落します。忠敬の読みが外れたんですね。本来なら早急に米を売って損失を最小限にするところですが、忠敬は米を売らないと決めて様子を見ることにしました。そんな折、利根川の大洪水が発生します。ただでさえ異常な不作に見舞われている中で、洪水で農作物に大損害が出ては村は窮地に瀕することになります。そこで忠敬は資金や米を村民に分け与えながら飢えを回避し、地頭所に年貢の免除を願い出るなどして村の救済に尽力しました。その結果、佐原村では餓死者が一人も出なかったのです。これらの功績も評価され、後の名字台頭につながったのでしょう。忠敬が村を救ったのは一度や二度ではありませんでした。利根川は大雨が降ると堤防は決壊しやすく、洪水に見舞われることが珍しいことではなかったのです。洪水が起きると田畑の形が変わってしまうのですが、それを元の形に戻さなければいけません。そこで必要となったのが測量術です。この測量を受け負っていたのが名主である忠敬でした。忠敬は佐原村の名主として活躍する中で、測量の技術を磨いていったのでした。忠敬は本業をこなしながらも、幼少時から興味のあった天文学、歴学を江戸や京都から本を取り寄せ独学で勉強していました。このように忠敬は日本地図を作り始める前からすでに測量術や天文学などの知識を専門家並みに習得していたのです。40代に差し掛かると、その熱はさらに高まり、ほとんど本業を長男に任せ、天文学と歴学に没頭していたそうです。この頃から忠敬の中には、早く隠居して第二の人生を歩みたいという気持ちが芽生え始めるのです。ただでさえ今よりも寿命が短かった当時ですから、当然でしょう。知的好奇心を満たせないまま生涯を終えることに恐怖を抱いていたに違いありません。また村には隠居して国学者や詩人として江戸で活動する人もいたようで、その影響も少なからずあったといいます。45歳の時、忠敬は地頭に隠居を願い出ます。しかし村のまとめ役である忠敬がいなくなることを恐れた地頭はこれを拒否してしまいます。仕方なく本業を続けながら勉強をする日々を送り、49歳の時再び隠居を願い出て、ようやくこれが受け入れられるのです。ここからいよいよ忠敬の第二の人生が始まります。50歳で江戸に出た忠敬は深川黒江町に居を構えます。現在の江東区門前仲町のあたりですね。時を同じくして大阪から江戸に出てきた2人の男がいました。高橋義時と狭間重富です。この2人は天文学において非常に評判の高かった浅田豪流一門の2トップでした。浅田豪流といえば、日本人で初めて月面観測に成功した人であり、現に月面のクレーターの一つに浅田という名前が付けられています。ちなみにクレーターの名前といえば、他にアリストテレス、ケプラー、アインシュタインなど、そうそうたる名前が並びます。浅田の偉大さがよくわかるのではないでしょうか。またそれだけではなく、豪流はあのケプラーの第三法則を独自に発見したとも言われています。ケプラーの第三法則はニュートンの万有引力の法則の発見の手がかりになったものです。まさに知る人ぞ知る大天才です。話を戻します。大阪で活動していた浅田豪流一門ですが、その弟子たちが江戸に来ていたのには理由がありました。当時江戸では方略暦という和暦が使われていたのですが、これが日食や月食のタイミングをよく外していたため、評判が悪かったのです。そこで幕府は直属の使者ではなく、わざわざ大阪の天文学者を呼びつけ、改暦を試みたのでした。ちなみに豪流は本業が医者でありながら独学で天文学を学び、
法略歴には記されていなかった日食を予言したことで話題になっており、それも一門に白羽の矢が立った理由の一つとなったのでしょう。その年、忠敬は高橋義時に弟子入りするわけですが、その詳細な経緯は分かっていません。しかし義時らと同じタイミングで江戸に出ていることから、忠敬は最初から義時に接触するつもりだったのではないかと考えられています。改暦の計画は極秘裏に進められましたが、忠敬は何らかの形でその情報を入手していたのではないかと考えられます。忠敬50歳、義時31歳と死が19歳も若いといった変わった師弟関係でしたが、忠敬は義時の才能に深く惚れ込み、勉学に励んでいったのです。弟子入りしてから2年、忠敬が52歳の時、義時と重富は新しい暦である寛政暦を発表します。しかし義時はこの出来に満足していませんでした。一つだけどうしても足りない情報があったのです。それが地球の正確な大きさでした。しかし当時の技術ではまだ地球の大きさを測る方法は確立されていませんでした。地球の大きさは四五千一度の距離を求めることで知ることができましたが、この距離が巷では25里、30里、32里とまだ様々な説があったのです。それならば実際に測ってみようということで忠敬は考えました。北極星の高さを2つの地点で観測し、その角度を比較することで緯度の差が分かり、両地点の距離が分かれば地球は球体なので外周が割り出せるというわけです。早速忠敬は自宅の黒江町から義時の住む浅草の距離間で緯度の差を割り出し、両地点の距離を測りました。ところがそれを見た義時は、両地点が近すぎるため信憑性に欠ける、江戸から蝦夷地までの距離であれば正確な数値が出るであろうと言いました。そして蝦夷地、現在の北海道での測量が計画されたわけです。測量を任されたのは忠敬です。義時といえば暦を作るほどの人物ですから、下には大勢の部下がいたと考えられますが、50歳を過ぎた忠敬が抜擢されたのはよほどの信頼があったからでしょうか。早速幕府に許可を得ようとしますが、当時はちょうどロシアからの圧力が強まっており、蝦夷地は緊張状態にありました。四五千一度の距離を求めたいという理由ではとても許可してくれないと考えた義時は、蝦夷地の正確な地図を作るという軍事上の目的で幕府に打診し、ついでに距離を測ってしまおうと画策したのです。ロシアからの国防のためにも正確な地図は幕府にとってありがたいものだったからです。義時らの予想に反してすんなりとは許可が下りなかったものの、資金援助をしないなどの条件付きでなんとか蝦夷地への立ち入りが許可されます。このように地図を作り始めたきっかけは幕府への建前に過ぎず、当初の目的は地球の正確な大きさを調べることだったのです。蝦夷地に出発する頃、忠敬は55歳になっていました。隊員は忠敬の息子修造を含む内弟子3人、下人2人、測量器具を運ぶ人足3人の計9人と馬2頭という構成でした。幕府からの資金援助はないものの、ここで生きたのが忠敬が持つ莫大な財産でした。もし忠敬が商人として全盛期に成功していなければ、物語はここで終わっていたかもしれません。一行は蝦夷地に到着してから海岸沿いを測量しながら1日40キロ歩き、夜になると天体観測を行い誤差を修正するという過酷な日々を送ります。病気で隊員が脱落することも珍しくありませんでした。蝦夷地では歩測という観測方法が用いられました。これは一歩の歩幅が70センチになるようにあらかじめ訓練し、最後に観測者全員の歩数の平均を出して距離を測るという方法です。海岸線を歩くので非常に険しい道のりだったと想像できますが、目撃者の記録によれば、測量隊はいかなる難所もお通りなされ候とあるように、どんな難所も果敢に突き進んでいったようです。しかし全てが順調というわけではありませんでした。幕府のバックアップが得られなかったこともあり、地元住民の理解を得られず、根室での測量は余儀なく断念することになりました。一行は仕方なく江戸に戻ることにし、180日ぶりに帰還することになるのです。測量結果を見た義時はその高い出来栄えに感嘆したと言います。狭間重富に宛てた手紙にも、このように測れと指図したが、これほどきちんとやれるとは思わなかったと書いています。そしてここから測量データをもとに地図を作成する段階に入ります。約3週間かけ地図を作成し、勘定所に提出すると、その手当として22両約220万円が支払われました。しかし忠敬がこの地図を作るのに費やしたお金は約1400万円ほどに上るそうです。やはり財力のあった忠敬でなければできなかったことでしょう。ちなみに当初の目的だった四五千一度の距離は、この測量を終えた時点で27里余りという結論に至ります。
こうして忠敬は本来の目的を果たしたため地図作りは終わるのかと思われましたが、幕府筆頭老中堀田正敦が完成した地図を高く評価し、さらに地図の作成を続ける話が持ち上がるのです。このようにして伊豆東日本太平洋側の地図を作るべく第二次測量に取り掛かることになります。第二次測量では補足ではなく剣縄という道具を使って測量していくことになります。剣縄とは約180センチごとに印のついた縄で、補足よりも時間はかかるものの正確な距離を測れるのです。伊能忠敬といえば補足で距離を測ったというエピソードが有名ですが、実はその方法を用いたのは蝦夷地での第一次測量の時だけです。その後は剣縄や鉄砂を用いての測量に変わっていくのです。第二次測量は230日かかり、第一次測量よりも多くの時間を要したものでした。この測量を経て忠敬は四五線一度の距離を 28.2 里と改めました。ちなみにこれは現在の値と千分の一しか誤差のない正確な数字でした。帰還するや否や老中堀田正敦から東北の日本海側を測量し、東日本地図を完成させよとの命令が下ります。これが第三次測量です。幕府から人足5人、馬3頭、長持ち人足4人が与えられ、手当も60両、約600万円が支給され、国からの全面的なバックアップを得るようになります。6月に開始した第3次測量は、東日本地図の約半分を終えたところで冬に突入したため、一度江戸に戻り、完成は第4次測量に持ち越すことになります。第4次測量では、病気によるリタイアが相次ぎ、一時は忠敬と息子の2人だけで測量をするなど過酷を極めたようです。そして219日の観測を終えて江戸に帰還し、東日本地図を完成させるのです。ここで集まったデータをもとに地球の外周を求めたところ、約4万キロという数字が導き出されます。これは義時が取り寄せたオランダの最新の天文学書と一致していたため、2人は手を取り合って大喜びしたそうです。しかしそれから約3ヶ月後、天文学書の解読で無理を重ねていた義時は39歳の若さで突然この世を去ってしまいます。忠敬は深い悲しみに暮れ、死の墓がある上野元空寺の方角に毎朝手を合わせたと言います。第4次測量を終えた時点で忠敬は日本東半部沿海地図として地図をまとめ上げます。それは大図69枚、中図3枚、小図1枚という壮大なものでした。地図は江戸城の大広間で公開され、そのあまりの精密さに幕府官僚は驚愕します。そして続けて西日本の地図を作成せよとの命令が忠敬に下り、ついに日本全国の地図を作ることになるのです。60歳になった忠敬は西日本の地図作成に取り掛かります。ここからは忠敬の個人的な任務ではなく国家プロジェクトとして進められていきます。測量隊の規模も変わり、時には100人を超えることもありました。第5次測量から始まった西日本の地図作成は第10次測量まで続きます。忠敬も高齢になり、体力の衰えを感じながらもほぼ全ての測量に参加し、地図を完成させていきます。第7次測量では娘に宛てた手紙に、10年も歩き続け、歯はほとんど抜け落ち一本になってしまった、もう奈良漬けも食べることができないと書いています。奈良漬けが好きだったんですね。1800年に始めた蝦夷地測量から17年、日本全国の測量データを集め終え、八丁堀の忠敬の屋敷で最後の地図作成に取り掛かります。ところが完成まであと一歩というところで忠敬の慢性気管支炎が悪化し、文政元年1818年4月13日弟子に見守られながら73歳でこの世を去ってしまいます。忠敬は最後に、私がここまで来ることができたのは義時先生のおかげであるから、死んだ後は先生のそばで眠りたいと残します。忠敬の墓は義時と同じ上野元空寺に建っています。3年後、江戸城大広間で地図が広げられ、第日本沿海予知全図、通称伊能図が完成、地図は幕府に献上されました。完成した地図は極めて正確で、それまで誤って認識されていた日本の姿形が正しく修正されました。明治以降の全ての日本地図のベースとして使われ、現在でも活用されています。その後この伊能図は様々なエピソードを生むことになります。有名なのがシーボルト事件でしょう。オランダ召喚医として来日したシーボルトが伊能図の写しを国外に持ち出そうとしたことが発覚した事件です。父義時から天文方の役職を継いだ高橋景康がシーボルトの持っていた世界就航記などと引き換えに伊能図の写しを渡しますが、地図を国外に流出させることは当時国禁となっていました。
出国直前にシーボルトに地図が渡ったことが発覚してしまい、影安を含め数十名が捕らえられ、影安はその後獄中で亡くなってしまいます。シーボルトは国外追放となりますが、その後追放は解除され、押収された収集品もシーボルトに返されたと見られています。ちなみに最近になり、シーボルトの子孫の邸宅からイノーズの土が発見されています。イノーズが完成した40年後の話、イギリス軍が測量による日本地図を作成するために日本を訪れます。しかしそこでイノーズを見せられたイギリス軍は、そのあまりの精細さに改めて地図を作る必要性がないと判断し、測量を中止します。日本よりもはるかに技術が優れていたと思われるイギリス、それもイノーズが完成してから40年も後の話ですから、さらに技術は進歩していたでしょう。そんなイギリスを驚愕させたイノーズがどれだけ革新的だったかが想像できますね。長く鎖国を続けていた日本は文明後進国だと決めつけられていましたが、この地図の存在により、その考えは改められたそうです。地図で一国のイメージを覆してしまうとは恐るべしです。イノーズの原本は明治初期の皇居炎上で焼失し、伊能家で保管されていた写しも関東大震災で残念ながらなくなってしまいました。しかし2001年にアメリカ議会図書館で214枚あるうちの207枚の写本が発見され、さらに日本の国立歴史民俗博物館などからは大図3枚、海上保安庁の海洋情報部で残りの4枚が発見され、奇跡的に214枚全て揃い、今ではその全容を見ることができます。最後に伊能忠敬の名言を3つ紹介します。儲けは後回しにし、お客様が喜んでくれることをしなさい。人間は夢を持って前へ歩き続ける限り、余生は必要なし。歩け歩け、続けることの大切さ。というわけで、今回は日本で初めて実測で地図を作った伊能忠敬を紹介しました。元はといえば、地球の大きさを知りたいという好奇心がきっかけで始めた測量の旅が、気づけば国を挙げた一大プロジェクトまでに発展してきました。忠敬が地図作成のために歩いた距離は実に4万キロ。奇しくも最初に彼が追い求めた地球一周の距離と一致するのは有名な話ですね。商人として財を築き、その後50歳を過ぎてから勉学に励み、偉業を成し遂げた伊能忠敬。人生100年時代と言われる昨今、第二の人生の関心が高まる中で、忠敬は人生を二度生きた男と称され、人生のお手本となっています。このチャンネルでは引き続き日本を変えた偉人たちを紹介していきたいと思います。この動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。